んにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は土曜日ですね。皆さんゆっくりできていますか？週末もお仕事の方多いと思います。あまり無理しすぎないように頑張ってくださいね。はい、今日は前回のドッカンフェスガシャでゲットできました LR スーパーサイヤ人孫悟空、こちらを使ってバトルをやってみたいと思います。私はバトルが苦手なんです。だいぶ前にバトル動画も上げたこともあるんですけれども、本当に下手なので、それ以来バトル動画全く上げていませんでした。でもね、この悟空を使ってバトル動画を作りたいと思ったので、今日はやってみます。はい、こちらのフリーザ第一形態の極限 Z バトルで使うといいよと教えていただきましたので、こちらでやってみたいと思います。今レベル16ですね。今までは力のベジットをリーダーにして組んだチームでやってたんですけれども、なかなか時間がかかるので、今日はこちらの新 LR 悟空サンドでフレンドさんからもお借りして、こんな感じでチーム組みましたのでやってみたいと思います。レベル16からいきますね。こちらのフリーザーが、極技なので、あ、ちょうどこの新しい悟空が得意属性になりますね。うん、即属性が苦手属性になっちゃうので、身勝手とかね入れたんですけど、あとこの即御殿ちゃんとか、うん、どうなるかって感じですけれども、ちょっとやっていきます。このバトル動画を私作るのがすごい苦手なんですよ。バトル中に何をねこう話していいかわからないのでもうね、よくわかんないことばっかり喋ってると思うんですけど、はい、悟空真ん中にしてみました。最初に必殺技が来ちゃったから、ちょっと厳しいかな。大丈夫かな。来た悟空。おお、これ超必殺ですね。わあ、スーパーカメハメハ。おお、すごい、700万。で、これが必殺技、とことん肉弾戦だね。おー、713万。あ、すごい、クリアできた。早っ。わ、すごい。これは気持ちいい。はい、16からあとは結構スムーズにいけましたので、レベル30見ていただきたいと思います。いやー、これすごい。ちょっとね、チーム変えました。やっぱり苦手属性の即属性が入ってたので変えて、まあ御殿トランクスは一緒なんですけど、こっちの方を入れてみました。地属性が増えるのでいいかなと思います。いや、いいね。こんなに早く極限 Z バトル進むと、なんかやってても楽しい。やっぱり強いキャラを入れるっていうのは大事ですね。うん、ちょっとね、バトルチーム編成とかもよく私はわからないところが多くてね、あんまり上手にバトルできてないと思うんですけど、いや、この悟空はいいね。かっこいいな。やっぱりフリーザだからね、敵が一番こういいところを見せられるのかな。おお、360万。はい、そして2番手ゴッドですね。このゴッドもすごく強いですよね。これ入れてみて分かったんですけど、うん、やっぱり属性とか大事だね。当たり前だけど。はい、そして2ターン目ですね。はい、また新 LR 悟空がいますので、
一番最初に持ってきて、もうこれでいけるかな。今レベル30ですけど、結構この LR 速ごはんちゃんは並べるといいって教えていただいたので並べてみてるんですけども、リンクはね噛み合うから。でもね、苦手属性だからね、ちょっとここでは活躍の場が、おお430万、おお KO です。やったー、30クリアです。すごい早いはい、今までのところでアクティブスキルを使えなかったので、こちらはレベル28なんですけれども、アクティブスキル発動できたのでおまけで付け足してみました。これがねかっこいいんですよね。二度と悪さすんじゃねえぞ。かっこいい。はい、ということで今日はこちらの新しい LR 悟空でバトル動画を作ってみました。バトルが苦手の私でもかなり速いスピードで気持ちよくクリアすることができました。こうなるとフルパワーフリーザも欲しくなってきちゃいますね。どうしようかな、ガシャやろうかなあとね、こちらの悟空をフレンド用サポーターに設定されているフレンドさんやゲストさんが多いですよね。私もめちゃめちゃお借りすると思いますのでよろしくお願いいたします。私もフレンドサポーターこちらに今変えてありますので、よかったら使ってやってください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次の動画も絶対見てくれよな。